皆さんご機嫌いかがですか？次郎丸です。いつもご視聴ありがとうございます。今日はジャガイモ栽培、ジャガイモ2回目の追肥、気をつけないととんでもないことになりますよということでですね、ジャガイモの花が咲く頃ですね、花が咲きかけると2回目の追肥をするなんて申しますが、1回目の追肥ですね、1回目の追肥はいつやんねんって言ったら、この芽かきをする頃でございますね。ところがですよ、わしのスタイルでは畝の方にですね、最初畝立てる時十分元肥を入れているので、今度種芋のね、定食時に、この種芋の周囲にミステリーサークルを描いてですね、で、そこに肥料を入れております。で、これをやることによって、芽かき時の1回目の追肥はスルー、経験上ね、これだけで十分なのです。だから2回目の追肥はあえていたしません。まあこの方法ではなくね、普通に植えた皆様ね、2回目の追肥の方説明いたしたいと思います。2回目の追肥というのはモロハンの件でございましてですね、一歩間違えると頬を噛む思いをしますので、ご注意くださいね。注意が必要です。いきなりですがネタバレしますよ。何を注意したらええねんって言ったら、花が咲く頃2回目の追肥、すると申しますが、使う肥料は輪化リ肥料一択でございます。窒素ゼロ、窒素はいりません。元気に育ってる株に窒素は不必要でございます。というよりね、窒素の追加は百害あって一利なしですよ。ぼかし肥料なら大丈夫です。ぼかし肥料はですね、微生物活動の、活性を高めますのでですね、この雨が降ってしまってきている畝がですね、畝の土が柔らかくなります。やり方はマルチの裾をめくってですね、株元付近の締まった土をほぐします。手でほぐしてもいいし、片手スコップでもいいし、表面だけねほぐすぐらいで、そんな深くねゴリゴリほぐす必要はないですよ。草刈り釜とかね、こんなねじり釜とかもう何でもいいです。何でも OK。 マルチ栽培の場合はですね、土寄せはしないので、このね結構土が固く締まってるはずなんです。で、このできちゃった芋をね、傷つけないように周囲をザクザクほぐしていくと。でこれがですね、土寄せとか中耕の効果も、あるわけですね。で、土に新鮮な空気が入ってで、その中に、活動している土中微生物の活性も高まるというわけですね。だいたいほぐれましたらですね、ここにぼかし肥料を投入いたします。軽くでいいです。規定量はないので入れすぎにだけ注意したいと思います。ぼかし肥料なんて持ってないわいっていう方はね、この作業を飛ばしていただいて結構ですよ。土をほぐしたら輪化リ肥料を入れてください。ただし1株あたり 15g 程度です。絶対に入れすぎないようにしてくださいね。で、わしの場合はですね、手のひらに軽く1杯が 30g ですので、その半分ぐらい、その半分でございます。これ1株いったんで、隣のもう1株もいっときましょう。こんな感じでね、この片側1箇所だけで、1株1箇所で十分です。今回撮影用に2株だけ、肥料入れましたけど、土をかぶせてマルチをかけ直せば完了でございますね。で、じゃがいものマルチ栽培、されておられる方でですね、マルチの裾を、土で埋めてしまってる、だからマルチがめくれないよって方は、株間にですね、肥料を入れる用のね、施肥用の穴を開けてください。で、そこに輪化リ肥料を先ほどと同じ量 15g 入れます。なぜ窒素ゼロなのか、窒素を入れないのか、花が咲く頃ってね、もう芋がほぼできてるんですよね。完成はしてないけれども、で葉っぱの色がね黄色く変わる頃までね、
何もしなくても芋は肥大を続けます。そこにですね、さらに追い窒素をしてしまうとですね、これは栄養過多になるわけですね。でっかくでっかくなるけれど全然美味しくないし水臭い。はたまたでっかくなりすぎてザクロのようにバカッと割れてしまうとかね、あと、芋のお肌の表面がザラザラの角質層みたいになってまう。いろんなトラブルを引き起こしてしまいます。じゃがいもっていうのはもともとアンデスの荒れた高地が原産地ですね。だから肥料がなくても育つわけですよ。で、わしの場合は畝を作る時の元肥と、それと先ほどご覧いただいた定食時のミステリーサークルに肥料を入れる、それだけでございます。芽かきはするんですけれども、1回目の追肥や2回目の追肥、それと、マルチ栽培ですので土寄せもしません。それでもね、毎年納得の収穫量でございますよ。今年はですね、今見ていただいているような、超浅植えのマルチ栽培の他に、メガ盛り土プラス垂直仕立て栽培っていうのと、普通の垂直仕立て栽培、いろんなね、栽培方法のね、収穫比較ができるような、そんな予定をしております。とりあえず花が咲いてからの追肥っていうのは、芋が栄養過多になる可能性がありますので、あまりおすすめはできないんですけれども、どうしても2回目の追肥をする場合はですね、窒素は絶対入れないでください。窒素ゼロのリンカリ肥料を使ってください。とにかく窒素を追加しないっていうのがポイントでございます。ということで、今回はじゃがいもの2回目の追肥について、そのやり方と注意点を説明させていただきました。ということで、どうですかね、参考にしていただくことはできましたでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。この動画への高評価、低評価、コメント、そしてチャンネル登録をお待ちしております。どうもありがとうございました。またお会いしましょう。